隣にボクシングホテルがありますね。その辺くらいの時がありますと、それから舞台に向かいまして、左手、通路奥のところ、高等橋会館の方にありまして、2箇所、公衆トイレの方に周辺で使っていいトイレのマップがございますので、どうぞそちらをご参照いただければと思います。あと、舞台に向かいまして、やはり左側、そちらにあの出演者、開発式、あと、公共のところに行くことが、世界で一番カワチョウの種類の多い CD の物販をしておりますので、どうぞお求めいただきたいと思います。それから毎年作っております T シャツなんですが、大変人気でございまして、昨日売り切ってしまいました。で、昨年のデザインの在庫を新しく印刷したものを受け付けて販売しておりますので、よければお求めくださいませ。また受付の方では、お受けいただいておりますので、うちは100名以上の方で、こちらにお集まりいただいております。あと、ポスターの方もここにございましたので、ポスターの方も100名とお求めいただければと思います。あと舞台の向かいまして、右側の方ですね、有料観覧席がありまして、まだ可能性に余裕があると思いますが、受付、ちょっと手を振ってください、ね。はい、あちらの方で、3000円で、リストバンドの1回で観覧いただきますので、ご覧ください。よろしくお願いします。今日は昼間から大変気温が上がっておりますので、お酒もよろしいでございますが、どうぞ同じように、お水の方もしっかり飲んで、中症対策を取っていただきたいと思います。私も若干熱中症になるようになりますので、体調に気をつけて最後まで楽しく踊っていただきたいと思います。さて、ここからはまた本堂でございます。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。さつきや一番菓子といえばこれが聞きたいという声でいっぱいだったと思います。お待たせいたしました。さつきや一番菓子の登場でございますが、まだ、物販さん、CD の方はまだあるのでしょうか。CD はこれからやります。サツキヤ一番の登場でございます。サツキヤと一郎といえばこのネタでございます。サチコでございます。よろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。ご紹介いただきました、サチコのサツキヤ一若でございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。2020東京五輪運動に続きまして、ちょっと暗いサチコですけども頑張らさせていただきますので、どうぞ皆さん年に一度の一生の盆踊りでございます。どうぞご結婚用の盆踊りでございます。どうぞ皆さん踊ってください。よろしくお願いします。
激しい体勢のフライングの力の ここは広島中央と何の道もいっぱいあるの。
Oh, my God.